はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて、本日もこちら H&H さん対アポロさんのね、フレンド対戦から見ていきたいというふうに思うんですが、今回はね、クイヒホグの特集っていうかなに、なります。で、タウンホール11から2本で、あと、タウンホール12を1本見てもらいたいんですけども、まずねご覧いただきたいのがこちらですね。ダダッときて、これジョブさんが取ってくれたこのアタック、これがねなかなかすごいですよ。ぜひね、ご覧いただきたいというふうに思います。で、クイヒホグはクイヒホグなんですけども、持っていってる、突破兵器がボマーなんですよね。これをどういうふうに使っていくかっていうのがちょっと見どころです。あともう一個はこの相手のアーチャークイーンとイーグル砲、天敵のこいつらをどう処理していくのか、これにもねぜひご注目いただければと思います。で、ここですね、このシングル IT、 こいつ厄介ですよね。当然クイヒやってる人はもう天敵中の天敵だと思うんですけども、ここを処理するのにジャイアントを流し込んでから裏からホグライダー入れてますね。これ非常にうまいですね。こうすることによってこのシングルインフェルノをしっかり無効化しながら、かつホグを追加してもこれ壊しちゃおうっていう算段ですね。でまずこれで、怖い怖いインフェルノが1本折れましたというところですね。でさらに、まあ、6時側からバーバリアンキングを出していってますね。こいつを使ってしっかりカットをしていきながらクイーンのルートを作ってます。まあ、ルートっていうのは当然ながらこっからこっちにこう向かわしたいんですよね。で相手のアーチャークイーンとイーグル砲を壊していきたい、これを可能にするルート作りっていうのをババヒンでしっかりやってるあたりがお見事ですね。で早めのレイジを使って相手のアーチャークイーンと勝ち合うところで、これちょっとね心配したんですけども、なんとか相手のアーチャークイーン方面に行ってくれたおかげで、レイジプラスのクイヒーでしっかり処理ができてますね。体力が起こったところで使わずもう一発レイジを打って相手のイーグル砲と防衛具を処理していきます。ちょっとまあ防衛がばらけちゃったんですが、まあ、ここはなんとかリカバーできてますね。お見事です。で、防衛軍を処理している間に、ホグをスタートするんですが、ホグライダーこれなんとねグランドウォーデンが全然ついていってないんですね。なぜかウィザーズについていってるっていうこの状態、もう非常に泣けてくるんですけども、それでもまあヒールを使いながらどんどん、攻め進めていって、このボマーの仕事もねぜひ見てほしいんですよ。今気づきましたかね、この区画全部ボマーがこう壊しましたよね。なんでこっちから出したホグが一直線に3時から9時に走り抜けていってるのが分かったかと思います。これすごいですね。このボマーがしっかり上方面を削ってくれて、クイヒープラスヒーローで、まあ、このタウンホールからこの下方面を削るということによってホグのルートを3時から9時に横一直線にしてしまうっていうこの発想ですね。まあ、こうすることによって最後全開まで楽勝で持っていけたっていうのがこのジョブさんの攻めのうまいところですね。まあ、多分クイヒーホグで、まあ、攻めようっていうのは決めてたんじゃないかなって思うんですけども、まあ、そうした場合に怖い防衛軍とあとは、イーグル砲と、相手のアーチャークイーンですね、これをどう処理するか、まあ、相手のアーチャークイーンがここにいたのでこうですね、まあ、バスターを攻め使っていってもちょっと、突破するのにはこうアプローチが難しいかなと。だったらいっそのこともう壁の外からね、ここからクイヒーを流していって倒してしまえ、では、いらなくなった突破兵器はどこに使っていくのかっていうと、僕のルートを使うのにここを壊すのに使いましょうっていう、まあ、多分そんな考え方になったんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、いずれにせよ本当にお見事なねアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。で、もう一発見てもらいたいのはこちらですね。会長さんが攻めてくれたアタック、これをご覧いただきたいと思います。まあ、よく見るかもしれない形のサザンクロスですね。で、よく見るのはこの辺です。こういう並びよく見ませんかね。二重の壁の中にクロスボウが入っていて、アーチャークイーンだとなかなか撃てませんよっていうこういう並びですね。ただこれをしっかりね会長さんがまあ取っていくんですけども、どうやって取っていくかっていうと、これもクイヒーホークなんですよね。で、相手の、クロスボウからたけられた、まあ、ライドラは早速起こっちゃうんですが、ここからです。クイヒーでしっかり相手のバーバリアンキングを処理しながら、バーバリアンキング、自分のね、バーバリアンキングを使って、この5時方面のところ、4時5時方面かな、こ
こをしっかりカットしていきますね。でそこにバスターを打っていって、狙っているのは食い火で、ここですね、このクロスボウを食い火で狙っていきます。しっかりと食い火が壁の一層内側に入ってクロスボウをタゲっていってますね。こうすることによって、食い火は外にも出なくなりますので、このまんまイーグル砲、さらには防衛援軍と、ここまで倒すことを、意識してますね。やっぱりバーバリアンキングのサイドカット本当に優秀ですね。かなり今四時方面削ってくれましたけども、まあ、そのおかげで全然クイヒーは壁の外に出なかったですもんね。でイーグル砲と防衛援軍を処理していったところで、ホグライダーパートのスタートとなるんですが、これさらに中から出てきたボーラーが相手のアーチャークイーン倒してくれましたね。これ結構大きかったと思います。まあ、ギリギリなんですけども、相手のアーチャークイーンをしっかりと、援軍で出てきたホグライダーで、ボーラーで倒したというところですね。ごめんなさいで、今のところね、もしかしたら、まあ、見る限りはペッカとかでも良かったかもしれないですね。相手のアーチャークイーンと勝ち合わせるんだったら、体力のないボーラーよりは、まあ、ペッカを持っていった方がもしかしたら機能したかもしれないですけども、まあ、結果的には、ボーラーでしっかり、ね、処理ができたおかげで、まあ、こんな形ですね。オグライダーの回るルートっていうのが、あるこの、ね、このどっかの一区画っていうのを、今数字を書くと1,2,3,4 とあるどっか一区画を今みたいに食い火とかで壊せちゃうと、この辺りの、なんていうのかな、その後のホグライダーパートがすごい回しやすくなるんですよね。これがすごいいい効果で、ぜひぜひね、スダンクロス見つけた場合にはどっか一区画をどうにかして壊せないかなっていうことを考えてみるといいと思います。でスダンクロスって割と中心部に火力が集中しないんで、今最後見てもらって分かる通りクイーンも生き残っているじゃないですか。まあ、こんな風にね、クイヒーなんかがしっかり壁の中に入るんであれば中に入れてしまって、クイヒーで処理する、入んない場合にはまあ別のライドラとかねでカットを上手にしながら、別の手段を考えるっていうことでね、やってもらえると簡単に一区画が壊せて、あとホグとかねコウモリでぐるっと回せるような格好が作れるというふうに思います。でまあその辺のもうちょっと詳しいね解説は、まあ私も過去に、サザンクロス対策動画出してますし、他の方もこうねいっぱいYouTuber が、対策動画出してますんでね、まあその辺をご覧いただいて、意識するのはどっか一角を壊す、ここをね気にしながらそれ見てもらえると、まあ、対策が見えやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。で本日の最後の一本はこちらですね。エレさんが取ってくれたこのアタックを見ていきたいというふうに思います。これもね、まあ、クイヒーホグなんですけども、うまいのはバスターじゃないわ、ボマーの使い方なんですよね。これが本当にすごいのでよく見てもらいたいんですが、まず、クイヒーをしっかりね、この区画に入れたいっていう意図が見えますね。ここウォールブレイカーで壁開けをしていって、ギガテスラ方面に歩かせていきます。で歩かせていきながら相手のアーチャークイーンだったり、あとは防衛軍もこれは視野に入りますね。プラスギガテスラを壊していって、残りを、ホグで回していくっていう、まあ、そんなプランですね。ただちょっとこれね、エレさん誤算だったのが、ここでクロークを使っちゃうんですね。でそうすることによって後からできたこのラバに捕まってしまったクイーンがここで落っこっちゃうんですよ。ギガテスラと相手のグランドウォーデンの攻撃も食らっちゃってますね。プラスラーバパピーの攻撃で。で、落っこってしまって、これ大事故かなと思って、私もうダメかなと思ったんですけど、こっからの挽回がまあすごいですね。ぜひぜひ、ご覧いただきたいというふうに思うんですが、バーバリアンキングに、キングにクイーヒーのヒーラーをつけていって、少しでもこう削りをサポートしていってますね。で、優秀なのは、この6時から出したこのボマーです。まあ、施設の破壊はそんなにいっぱいではないんですけども、6時方面を破壊してくれたことによって、今ね、この8時方面から出した、ここから出したホグライダーが、しっかりと2時方面にまっすぐこう突き抜けていってるのが分かると思います。これね、6時のところ、今このペッカが歩いてる辺、この辺っていうののカットができてなかったら、おそらく、このホグライダーがみんな6時方面から、下半分に流れていってしまってバラバラになっちゃったと思うんですよね。でもそうしないでしっかりと、序盤の6時方面をボマーでカットすることによって、もう実際ここだけですね、ここだけをホグに壊させるような、こんな風にね、そんなイメージを作り上げたっていう、
このボマーの使い方が、あの空飛の大事故からね、ホグライダー結構残ってるじゃないですか。これだけ生き残らせて前回まで持っていった、まあ、この結果を生んだんじゃないかなっていうふうに思います。本当にね、あのボマーの一発の付け方お見事でしたね。中に入ってたペッカも、まあ、いい仕事をして、まあ、この6時側のね、大きなこの壁の角っていうのをだいぶ壊してくれましたからね。さて、本日のままクイヒーホグというところで、動画3本ご覧いただきましたが、まあ、どれもどれでね、まあ、それぞれあの参考にすべき点がいっぱいあったというふうに思いますので、あのまあ攻めの一つの選択肢にするだったりとか、あとまあクイヒーホグ使っている方は今回のねこのねボマーの使い方なんていうのはすごいメリットになる場面多いと思うんで、まあ、取り入れていただきながら前回にねつながるアタックにしてもらえたらというふうに思います。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。